今回はそれぞれのローライダープライドが込められた証、ローライダはクラークのステイ制作。この大切なクラークももちろんかっこよくつけたいでしょ。自分が憧れた本場のカークラブはどれもかっこよく誇らしげについていたので、自分の時も絶対にやりたかったのが名門ライフスタイルカークラブのこの形、中心より上気味にパイプ曲げステイで吊り下げる、これが最高にかっこいい。そんな憧れのスタイルに近づけたのか、こうご期待やろうか。ローライダーとして一緒に進むと決めた仲間との絆、その証がクラーク。そんな大切なものをその辺の穴だらけがステイでつけたら台無しなんで、こだわっていきましょう。細部までこだわり満載がローライダーです。もうのペラペラステイとかないでしょ。モンテカルロにはハイマウントがついていたので、避ける形でデッキボードから立ち上げタイプでパイプ曲げステイを以前に作ったので、その位置を目安にまずは採寸していきます。ルーフモールから吊り下げるので、モールからどこの位置でどのくらい曲げれば多少揺れてもガラスに当たらない位置になるか、曲げる長さと角度を決めます。今回使うのは 7mm の真鍮タイプと、中に入れるステンレス M6 ズン切り。ステンレスのズン切りをタイプに入れて芯を作り、一緒に曲げることで強度もありつつ、自分で曲げられて向く棒にタップを切ったりするプロ技を使わずにタイプステイを作れます。縦の長さと曲げる位置、曲げてからの長さ、これが決まりなので、全長で真鍮タイプをカットします。カットしたら針を取って整えます。これを2本用意します。ズン切りも同じように2本用意しますが、ズン切りは片側にクラーク、反対側はモール裏に固定するためのナットとマッシャーがつくので、その分全長が長くなります。カットした真鍮タイプにズン切りを差し込みます。モール側はまだ外してみないと厚みがわからないので、長めにしておきます。プラーク側は24金メッキ袋ナット、プラークを挟んで24金メッキワッシャーと24金メッキフランジ付きナットで固定するので、その分の長さを出して正確な位置で曲げるためにズン切り両側をナットで仮固定、チューブベンダーで曲げていきます。余談ですが、このチューブベンダーは安いので、ステンレスの M8 を曲げようとするとハンドル部分が折れます。ステンレスを曲げるのは M6 まで。余談は置いといて、曲げる角部分が45になるので、曲がり始めを0にして徐々に徐々に
力をかけていくと、いい感じに曲がってくれます。利用側のナットをしっかりと締めると、逃げ場がないので、少し曲げたら、モール側のナットを少しずつ緩めながら曲げると、すんなりと曲がります。曲げすぎることはないと思いますが、自分の思う角度まで何度も確認しながら、ゆっくりと曲げていきます。今回は93度くらいを目指してます。2本を同じ角度で合わせないと、カッコ悪くなっちゃうので、そこはかなり重要です。2本を重ねて確認しながら、理想の角度に曲げていきますが、モールにも角度があるので、最終的な仕上げは、現物合わせで曲げることにします。モールに当てがって、つけた時のイメージをしながら、最終の角度を考えて、パイプの長さも最終チェック。揺れた時にガラスに当たって、ガラスが割れたら、最悪なんで。ガラスとクラークの位置関係、かなり重要です。曲がりの位置が20ミリほど計算違いだったので、パイプカッターで修正。買っといてよかった。パイプカッター。パイプを20ミリカット敷いて、ズン切りも後でカットです。この前活躍しなかった充電グラインダーの出番ですね。とりあえず、モール側はこんな感じで、クラーク側はまだ短くします。モールを外していきます。ジーボでいいわ、だいたい同じだと思いますが、モンテはネジが両サイドに1本ずつ、真ん中にクリップがあります。隙間に細いプライヤーを差し込んで、両側をつまめば取れてきます。このクリップがルーフにしっかりと噛み込むので、そこそこの重さなら大丈夫そうです。他にも2箇所クリップの穴が開いているので、身体ならクリップを買って増やすこともできます。モールの中心を出して、クラークの穴の位置に穴を開けていきます。完成が近づいてきました。念のために力が分散するように、モールの裏に厚めのしっかりした当て板的なステーを入れておきます。クラーク側のズン切りも最終的な長さで合わせてカットしていきます。モールにワッシャーをかませ、パイプステーを差し込みます。本当はモール側にもナットをかませるつもりだったのに、間違えてズン切りを切り直しちゃったんで、長さが足りなくなっちゃいました。ここもやり直し案件決定。裏は、当て板、ワッシャー、ナットの順番で、パイプステーを支えます。モールは、薄い鉄管ですが、折り返しのリブもついていて、意外と頑丈です。どうやって、どこから吊るすのか、結構考えたり、調べたんですが、専門的な技を使わず吊るすには、これが、最適だと思います。裏側は、こんな感じで、取り付け完了。モールを、元に戻します。真ん中のクリップを差し込んで、両サイドの、ネジを締めたら、復旧完了。多少揺らしても、大丈夫そうです。クラークを当ててみて、最終チェック。ケツを振って煽っても、ポッピングしても、ガラスに当たることはなさそうです。クラークつけてみて、外からの見た目をチェック。自分はもちろんですが、外に向けてのアピールですから、
第三者的な視点は大事です。控えめに言っても、かっこよすぎ。また一つ、理想へと近づいちやったかなぁ。ミラー越しに映る視界が憧れの景色になりました。やり直し案件だけど、とりあえずは。まあ、いけるだ。TIUTB